ああ聞こえてるこれ。ごめんみんな、充電が切れました。ごめんなさいませ、ごめんなさい。ごめんみんな、ダメですね。何回やってるんだこれ。やっぱりって言われてるよ、もうやばいよ、ごめんなさい本当に。いつものってもうみんなに言われてるわ。何話してたっけ、ちょっと覚えてないんですけど、まあそんな感じです。そんな感じです。なんか最近前髪が重すぎて本当に嫌だったので分けた、さっき家に帰って。なんかマジで重くて、重すぎて、なんか重いのは好きなんですが、ちょっとなんか重すぎて、道歩いてて気づく、あーそう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 、だからまあね、そういうこと。そういうことそういうこと。皆さん明日の予定は何でしょうか。明日は月曜日ですね。私は夏休みなんですが、何をしようか迷っております。明日は何をしようかしら。何するのみんな。普通に仕事って頑張ってください。仕事ですって、仕事仕事、みんな仕事やん、これ連休明けの仕事、ワクチン打ちに行きます。なるほど、また海行けるとね、海行きたい、海、次行く時は海に入るのがいいな。海行きたい、バイトってみんな頑張れ頑張れだよ。みんな明日は一日だけ夏休み、おお一日夏休み、明日から仕事頑張りますって、おお頑張ってみんな。明日何しよっかな。ゆらは明日の予定は特にまだ決まってない。何しよう、何したらいいと思う。何したらいいと思う。ゆらは今考えてるのは、いとこが明日バイトとかも何もなくて暇だったら一緒におしゃぴこをしたいです。おしゃぴくしたーい、おしゃぴく、って思ってるんだが、賛成してくれるかどうかは分かりません。そう、明日はオフの予定です、今のところ。1回だけやったことあるって、ヒロもなんか中学生の時にやったんだけど、それ以来はやってなくて、やりたいと思ってます。おしゃピク、おしゃれピクニック、なんか芝生とかにレジャーシートを引いてなんかお菓子とかを食べるっていう。まあほぼ映え重視なんですが、奥さんとカフェ、よき、
良きです良きです。てかさ、マジで髪伸びんのやけど、なんか今日誰だっけな、メリアちゃんかな、誰かにさ、なんか髪切ったって言われたんだけど、ねえ本当に伸びんのやけど、もう泣ける、泣ける。え、パフェ食べたい、めっちゃ食べたいパフェ、もう最近パフェ食べたくてやばいんだよね。でもゆら、次のさ、岡山で岡山までに2キロ痩せるっていう目標を掲げたんだよね今日。え、じゃあさ今日食べて、明日は我慢しようかな、明日から頑張ろうかな、今日はもういいから今日はもういいから。前髪切ってない、なんか前髪は分けました、なんかパッツンすぎたので。1週間あるの、次のツアーまで31日。あ、1週間じゃん、1週間で2キロだよ、1週間で2キロ。今日メンバー5人ぐらいとね、頑張ろうって言って小指でおーってやったので頑張ります。え、桃のパフェ、ゆらいちごが食べたいんやけど、え、パフェ食べたい、最近パフェ食べたいがめっちゃやばい、なんか今まであんまり甘いもの興味なかったんですけど、8月1日は痩せたゆらちゃん見れますね、待って、プレッシャーなんだがどうしよう、え、やだよ、もうやだ、こんなこと言って、もバンジーまでに痩せないと、え、私バンジー飛ぶんですか、てかバンジーになったの結局な、あの STU チャンネルのバンジー、私飛ぶのかどうか分かんないよ、みんな飛ぶんかな、なんか誰が飛ぶとか決まってないと思うけど分かんない、てかまずバンジーになったのかすら分かんない。なんかめっちゃ唇カサカサなんやが、声でけえなって、え、今声でかい今声でかい、バンジー決まりなんだ、ゆらちゃんが痩せるのは20歳になってから、そう本格的にね、もうゆらちゃんがゆらちゃんがスリムになるのは20歳になってからなので、20歳になったら期待してください、それまでは期待しないでください。やばい、みんなめっちゃギフトくれてる、ありがとう、やすべいさん、ゆめのちゃん、かいかいさん、しまじろうさん、ゆめのちゃん、ありがとう。バンジー決まったの？誰が飛ぶんだろうね。自然光良きだね。今自然光なんですよ。この部屋カーテンないので。カーテンないので。てかさ、ゆらの家さ、ここさ、カーテンついてないんですよ。カーテンついてなくて。やばい、ウケる。カーテンついてないんですよ、カーテンカーテンついてなくて、前めっちゃ面白いことがあってね、なんかね、ゆらがリビングでご飯食べてたんですよ、でカーテンないから、まあ、カーテンないんですよ、リビングも、もうここあの家どこもカーテンないんですよ、で、あれなの、あのリビングが、まあ、ご飯食べてるじゃん、え、そう、丸見えなんですよここでご飯食べてたんですよ一人で、そしたらあのあれなんですね、上からあの掃除の方、窓の掃除の方が降りてきて方が降りてきてね、ウィーンってあの男性2人ぐらいが窓掃除でウィーンって降りてきて、ゆらはもうめっちゃもう普通にパジャマですっぴんでお風呂上がりにご飯を食べてたんですよ、テレビ見ながら、そしたらあの窓掃除の方が下ウィーンって降りてきてマジで気まずくて、マ
ジで気まずくて、私はあのお風呂場に逃げましたね。お風呂場に逃げて隠れて、マジで気まずかった。もう無理ってなった。本当に無理ってなって、もうでその数分前にお風呂入ってたから危なと思って、ゆら普通に出るから外、え逃げた。なんかもう礼とかもできずに逃げました。もう無理マジで危ない。え、バンジー、サラピがバンジー提案した時に一番に推薦、え、マジ本当？え、そうなの？そう、ゆら多分その時に時間がなくて、あの時間的に出れなくて多分帰ったんですよ。あ、違うわ、それ違うわ。いや、その企画会議出てないんだ。その企画会議出てないです。いや、もしゆらがバンジーするなら、ちょっと痩せないとって思うけど。誰がバンジーするんだろう、めっちゃ気になる。え、全員飛ぶと思う？全員飛ぶかな。え、やりたいの？ゆらマジでバンジー、バンジーめっちゃやりたくて、ずっとバンジーやりたいってずっと思ってて、で結構これ言ってる、バンジーやりたいって。ジェットコースター大好きです。ジェットコースター大好き。僕たちはジェットコースターみたいに恋に落ちて、ねえあやぱ、え、待って、ちょっととん、ちょっとあのなんかバンジー意外だなって思うメンバーは1位あやぱんなんですけど、誰だろうな、あとバン、あやぱんとか、やばい寒い、あやぱんとか全員やると1日で終わらないとさ。あ、そうなんだ。え、じゃあ誰なんだろう、あるかな、ゆらバンジー、バンジーを飛びながら異邦人を全部フルで歌い切ることはできますか無理でしょ。てかそんなに時間なくない、多分バンジーって3、2、1バンジーって言って飛んでさ、なんかブラ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 さ30秒ぐらいさなってさ、そっから上げられてるじゃん。え、なんかゆら多分飛べる気がします。ゆらバンジーごめんけどバンジーごめんけど飛べる気がするんだけどとか言ってさ、もしゆらが飛ぶ係になってさ、めちゃねあれしてたらどうしよう。バンジー苦手な人がやりそう、確かに。じゃあゆらなんないかもしれない、みんなサラピはあれだよね、企画決めた人だけん多分絶対あるよね。話し会楽しめたみたいでよかった。そう、楽しかった、めちゃくちゃありがとう。3つとも全部楽しかったです。大阪も横浜も広島も楽しかったです。そんなことない、人生でバンジーはやったことないです。あのジェットコースターはあるけど、なんかジェットコースター乗って一回転だと思わなくて一回転に回ったっていうのはある。でもなんかこうやってバンジー余裕とか言いながら、ゆらね、あのね、保育園の年長さんの時からこの性格は多分変わってないんだろうけど、すごいなんかこういうバンジーとかお化け屋敷とかそういうめっちゃ入りたいっていう気持ちはあるんですよ。でゆらは保育園の年長さんの時に、なんかそのゆらが行ってた保育園は年長さんは絶対にあのお化け屋敷しないといけなくて、なんか先生たちが作ったお化け屋敷のを通んないといけないんですけど、それやらないといけないんですね。でなんか謎になんか順番決めるときに、なんかゆらが一番最初にやりたいですって言って、やりたい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 
って言ってもうじゃんけんしてもう勝ってもう一番最初になったんですよ、そのお化け屋敷入るのが。でだけど実際本番になった時にもう空気が怖すぎて無理で、結局ユラは一番最後にお化け屋敷に入りました、号泣しながらなのでちょっとあんまりねバンジーも余裕とか言わない方がいいと思った今取れ高は苦手な人が迷いながら飛ぶパターンが高いって待って、取れ高とかすごい、取れ高とかな気にしないとな取れ高とか気にしないとなあ、そんなあれか、でも足がすくみそうだね、あっさり飛ばれてもね、いやそれもなんかねおーってなるけどね、なんか意外な人とかがあっさり飛んでてなんかめっちゃマイペースっていうかなんかもうはいはい飛びます 3,2,1 バンジーボーンみたいなあはいわかりました飛びますボーンみたいなちょっとビビってる素振りをしない、え素振りをしないとねって多分なんか、えでもユラは正直に行くので本当に怖くなかったら飛ぶし本当に無理だったら多分無理って言ってると思う。いやでも無理ってなっても絶対飛びたいのは飛びたいよね、なんかリタイアとかはちょっとしたくないなって思うけど、まあでも人生でさなんかバンジーってさあんま経験できることじゃないじゃん、多分バンジーしたことある人の方が少ないと思うから、いやでも絶対怖そうバンジー怖っ、ちょっと考えただけで今怖くなってきましたどうなんだろう、ちょっとバンジー自分がやるあのいけることを期待したいと思います、演技の練習だと思って怖がってみたら、えでも本当に多分あのゆらそういうの下手だから嘘つくの下手だからガチで怖かったら怖がってると思うし、ちょっと余裕だったら怖いとか言ってると思うすぐ分かると思う、ゆらがだいたいなんかあんま怖くないときはマジ怖いとか言ってると思う、怖いはい飛びますっていうはい飛びますポーンって言ってる、いやどうだろうな、でもゆらも結構もう無理、もうどうしよう無理かもしれん、あのユラがマジな時は声が低くなりますマジな時は声が低くなるかもしれないか、もうめちゃくちゃ叫んでる、本当に無理っていうことを訴えてるしーちゃん、しーちゃんとかどうやって飛ぶの、じゃあ飛び方の予想をするとまあ、リコチとかミリアちゃんとかはめっちゃなんか叫びながら飛んでそうだよね。で、川又優奈ちゃんとか、ミホリンとか、いや、でもミホリンは意外に怖がるかもしれない。川又優奈ちゃんは、なんかめっちゃ、なんか、安全な飛び方とか知ってそう。なんか、めっちゃ冷静に飛びそう。ユキリカとかなっちゃんとか。ゆきりかなっちゃん、川又優奈ちゃんとかはめっちゃ冷静に飛びそう、飛べなさそうなのはあやぱんあやぱんとか誰だろうな、飛べなさそうなの、まあやっぱちっちゃいからさこちゃんとか飛べなさそう飛べなさそう、かわいい、って感じですパセリはなんかなんだかんだ飛びそう、
ていうイメージです。はい、ちょっとそろそろ終わりましょうかね。配信何分したんだろう、わかんないけど終わります。ありがとうございました。あとでゆらが食べたお昼ご飯をみんなに送りたいと思います、メールで。よし、終わるぞ。ありがとうございました。今日もランキングを見ます。13位、北江さん。12位、なりさん。11位、大村さん。10位、てっちゃんさん。9位、ちょうちゃんさん。8位、マスオさん。7位、ホリエモンさん。6位、赤いマフラーさん。5位、松津さん。4位、かいかいさん。3位、やすべえさん。2位、しまじろうさん。そして1位は、ドゥルルルルン、まさぴょんさん。ありがとうございます。いけいけゴーゴー、いけゴーゴー。今日まさぴょんさんはいけてるよ、ありがとう。いけてるよ、ありがとうございます。今日もお話が来てくれてありがとう。風船もたくさんありがとう。いっぱいお話が来てくれてありがとう。あざーす、みんなありがとう。では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 、終わりたいと思います。ありがとうございました。では終わります。バイ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 、おやすみなさいじゃないけどおやすみ、バイバイ、メール送ります、バイバイ。